おお、え、このスピード感で、すごい。おお、どうもこんにちは、鈴川綾子です。ひたちです。ゆきです。本日はですね、こちら鉄おもさんのオフィスにお邪魔してるんですが、私たちの目の前にあるのが、今年冬からですね、新たなシーズンが始まる機関車トーマス、トーマス&フレンズのプラレールゴーゴートーマスぐるっと宙返りワクワクプレイランド。こちらサンプルがですね、遊んでいいよということで、ちょっとね、一足早く私たち遊ばさせていただきます。結構これまでのね、トーマス、機関車トーマス、トーマス&フレンズシリーズとはまたちょっと変わったね、感じというか。で、まあこちらに合わせてですね、プラレールの方もやはりこのね、新しい新シーズンのものでね、新たに登場ということで、もう見てください、まず車両がこちら、ちっちゃい。そうだね、コンパクトに、ね、なりました。もちろんプラレールなので、この車両のね、幅ですね、ここのね、ここなんかは多分今までと同じに、ね、なってると思います。ここギザギザになってて、なんかちょっとすごい、このアプト式みたいなね、ラックレールみたいな、あれ真ん中ですけどね、ちょっとギザギザでね、なんかこの辺りも違うね、あと顔がすごい、顔がもうこれまでのトーマスとはやはりこのね、最新作の。でもこのあれだね、結構そのまんまも本当にプラレールになりましたっていう感じですね。目の前にあるコースが、これどうなるの、宙返りだ、すごいね、360。あとさ、ここもなかなかの、これ、すごい急な坂。そうだよね、すごい急だよね。だからやっぱり今までにね、あの連結してたらできなかったようなね、こうアクションなんかもこれからはですね、もっとね、増えて楽しめるようになってます。さあ、ちょっとこれまでのトーマスプラレール、これはあの蒸気がね、出るやつですね。大きさがそうだね、大きさがね、まあ、これちょっといわゆるノーマルのね、トーマスではないにしても、こうやっぱり長さとかですね、こんなあたり全くね、やはり変わってます。細かなデザインはもちろんですけどね、いろいろ違うね。感じです。スタート、スタート、おーゴ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 ーって言ってもなんか雪、うわーはは、なんか登れる。お、そして、なるほど、すごい、あそこターンしてくれ。さあ、そしてそして来る、 お楽しみの、おお、え、このスピード感で、すごい、おお、すごい、このさ、ゆっくり、なんでこんなに登れるの、すごい、ここちょっと、ちょっと動くのがいいね。これすごいね、この1秒でやっぱりこの車体も短くなってるから、こんな小回りでさ、回ってこれるんだね。これ、おー、うーはー、あ、ほんとだほんとだ、おー、あー、あ、これハイスピードは、もう、あ、オンとオフだけかな。おー、ここさ、すごいなんかトーマスが逆さまになってるとこまでゆっくり。そうだね、ここで、なんで落ちないのって思うけど、あ、これ、そうだ、さっきさ、トーマスのあの片側の車輪がね、ギザギザしてたけど、それがここに噛み合ってる、ここにあるよ、ギザギザが。すごい、でもちゃんと走るし、止まることなく、これすごいね。なんかま、勢いで行くのかなって思ってたけど、そうだね、ハロルドもね、また雰囲気新たに、ここ線路になってる、あ、ほんとだ、レールのデザインになってる、細かい、あ、これすごいよ、ずっと見てられる。これまでのね、もちろん通常のプラレールのレールを使っているので、まあ、ここからまたね、レイアウトがいろいろね、自分で広げたり、つなげたりしてもね、OK ですね。この角度を登ったり降りたりするのは、やっぱりこの、そうそうそう、ゴーゴートーマスアクションシリーズの車両じゃないと、ね、プラレール車両じゃないと、
やはり難しいのではないかなと思います。またすぐ折り返す。おお、すごい、あ、ごめん。頑張って、気をつけて。よいしょ。ここのこのね、下を通れるのかやってみます。よし、よし、きた。おお、すごい、通れた。通れたけど結構ギリギリじゃない？これ見た感じすごい、ずっとここを行ったり来たり。大丈夫だけど結構本当にやっぱり煙突とか、あとあのスイッチのところとかね、飛び出してる、上にちょっと飛び出してるところがこう、もう本当にこう見ててもギリギリだね。でも通れます。で、まあ、今手頃でね、手頃でやってますけど、そこ、おお、そっちから見えてる？あ、見えてるね。終わってる。プラレール、トーマス&フレンズ、ゴーゴートーマス、ぐるっと宙返り、ワクワクプレイランドは11月中旬発売予定ということでね、まあ、ぜひ皆さんも楽しみにしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上、新しくなるプラレール、トーマス&フレンズ、ゴーゴートーマスアクションシリーズ遊んでみたでした。ありがとうございます。おー。